Please select your character. さあ、出てくるのがビオライチ。さあ、相手と足ができませんが、出てくるのがアズライル。さあ、ピオラさんはミカドペンゴの優勝者です。まあ、あのゲームをやり込む価値はあるのか。まあ、ファントムブレイカーよりはあるよね。あれ、あと2日後ファントムブレイカーの大会やるよ。何人来る？2人俺の予想ではね。なんだろう、興味を持った1人と、あと、踏んで終わり。この俺が味わってやる。さあ、先方先方先ダッシュができませんと、アーセンゼロ斬新。多分 2C が裏回って足が出たって感じかな。さあ、距離離して 2C 3D当たらず爆裂で 3D 刈り取り、おいしくない JB、 お互い JB のカウンターヒット4B 使って昇竜拳 3C からダンプつなげて JD 締め3D 入れっぱで何とか回避。 JB と棒がいっぱい当たってなんかめっちゃ気になってる。 JB ぶっ込んで 6D からの 8B6B 4B しっかり見える。 4B ってなんだし 6A だし。さあ、クラッシュトリガー当たってチューン棒拾い 8B4B 1チー落として 3C から棒拾い新技入れて 6D から奥攻め棒が当たって2段中段バースト。さあ、一気に体力持ってってなんかワンカウン差し込みたい。 JC カウンター、 JD 入れて 3D しかしがむ見えから1、2、3のところにバースト様子見して、様子見しっかりガード、中段見えない。さあ、 2B、4B なんでこれ繋がるんですかね。安定コーン中央でも OK。一方選手はフィオライチ。第2ラウンド追っかける、アズライル側様子見として一つが怖い。ゼットキャラは本当にこう回されるのが辛い。ハズマは別だけど、グスタフ 4B しっかり見てる。ダッシュ1つからチューン5が拾って 6C、6D 勝利券減るね。さあ、クローラーしっかり読んでました。チューンが当たらず立ち破れ、弱点すぎて 6D123 3D 当たらず JB から5番カウンターヒット 6D 勝利券。あれ、このパーソナリティとあんまり惜しくないか。 JB 立ち当たらず JB 重ねからめぐって立ち火が当たる。ラッキャンホールからダメージ伸ばして 6D しっかりガード、2連覇も許さない。黄色いミスで、しかしごまかしタッチ、一本取り返す。フレデリック・アズライル最終ラウンド。ジェシー、さあ暴れていた。さあ、当たって2C から勝利権切り返し、ジェリシン使ったところ、5パン差し込み画面を追い詰める。シシンからのボーギーの2C あたりの安いの JB どこで出してきた。3D しっかり刻む、 4B 使ってタッチミしろ、出てこない。処理券しっかり怖がらない、しっかり怖がらないってなんだ。 6B 差し込みからグッタフ、2C もしっかりバリガー、JB 暴れてグーのゲー画面足で追い詰める。 1C 4B から1-2-1 3C 拾い勝利券 6C。 さあ、珍労働でいっぱいダメージを伸ばす、結構減る。 4500 CC からの当たってバースト画面足、オーバードライブから砲型に惜しくない。アトロフィードブッパー、これは心臓に悪い、食らったら死ぬからね。勝ったのはフィオライチ。
いやー、その目標間違えてたか、まあ。あ、そうそう。まあ、許してくれ。しょうがない。ぶっちゃけこんな来ると思ってなくて、焦ってた。さあ、中堅戦法戦。出てくるのが、ノクタンハズマ。三振ですね、か、しっかり見える。さあ、うろこ引っ掛け。さあ、安定しろ。さあ、ディレイミスだか。ちょっと美味しくないけど。さあ、次から。固めていきたい。さあ、チーム見えたか。ここまで高め。昇竜拳。落として。手段見えない。棒がフォローして。しっかり繋がる。画面端。6人昇竜からの、中段。カウンターヒットしておる。追っかけて、ジェシーから、レッスンが。さあ、画面足、追い詰めて、ダメージの現状、回収していく。置き攻め、投げる。ジェコン天神。さあ、ガーションに拾って、入れるミスる。さあ、足パンでごまかし、もう一回。やり直していく。一本選手はノクサン、あ、いいんだ、ノクサンハズマ。第2ラウンド、チビー噛んだ、タッチヒレミスったか。5番でごまかし、昇竜拳落として逃げる。駒投げでガードを崩し、エリアル。さあ、相変わらずゲージ回収はあんまり良くないが、2連覇通す。なんだこれ、めちゃめちゃなってるけど、ヒョウさんありがとう、昇竜拳から、ちょっと見える。5番、5番、暴れておった。昇竜拳、自身からの、さあ、入れっぱか、直髪か分かんないけど、しゃがみくらい。6、4、人狼と入れて、まだ知らない。奥攻め、獅子からのガーク読みの、お高めなしの、J で拾いの。一本取り返す、ピオライチ。最終ラウンド、JC カウント、あ、おいしくない。一本で、タッチ強い、JB も強い。さあ、ディレイかけて、棒拾い。6C から、6C、昇竜、打って、チュン拾い直し、さあ、次 4B、イッツ G。さあ、バース吐きたい状況ではあるが、我慢して、さあ、次カウンター。さあ、マラソンバースを。ジェシーカウンター、タッチ拾いが、アタックの方向向いちゃって、出しなきゃ失敗。2D タイク、珍しいもん見た。さあ、ジェタイク。いっぱいジェシーで、置き攻め、表。ジェイク・ホーテンジン、ガーションに拾って落として、オーバードライブ様子見しながら、ジェビーから棒が立って拾わせない。ジェイク・ホーテンジン、邪行で拾ってタッチ。バトルはノクサンハズマ。さて、となんだっけ、これ中堅中堅だっけ、あれ中堅最初だっけ、中堅中堅。さあ、出てくるのがリアアズラエル。あ、リア充になってる。あ、そういうことだったのか、分かりやすくなってる。さっきまで通常10だったのに11の10になってる。さあ、2番拠点も終わった。ちょっと待ってね。さあ、さあ、ジェリーから追っかけて、JB しろ。ガーションに拾って、タッチからエリアル、ディレイを失敗。入れっぱ通して、6C 増えてる。クロスにしてた。さあ、6B 漏れちゃったんでしょう。多分、グローラーがやろうとして、グロボを禁止しようとしたんじゃないかな。一発選手は、ノクサンハズマ。第2ラウンド。グースタフ、近づいて。2A からの、タッチ D。
サンディ逆転ついて立ちごまかし続ける1、2、3、6、4、ジェシーが当たらない6、4、立ち広い1、2、3からジェシーからバーチームかわかんないけどちょっと見てジェイクボーテージさあ星がきつくて拾い見せてしまったが暴れる6C 吸い取って JB 追っかけて抜けたところに立ち暴れさあ足元にウロボ引っかかっちゃってオーバードライブ 6D4D ガシ当たらない JA から安定コン決めて一本取り返すリア充アズライル最終ラウンド、グスタフ、ユリフィルム取って、JJB、めぐり JC、さあ2尾差し込んで、ワンコ、エリアルマンもつく。落として、画面端。JB、さあ、タッチ早いぞ。それはユリフィルム、暴れちゃダメ。さあ、駒投げには、しっかりグローラーに繰り返し、JB カウンター、JB、重ねて、6D 弱点数 K のタッチ守れ劣勢かさあアドレル側バーストはあるがタッチカウンター弱点続けて1、2、3からもう一回エリエル弱点続けて 6B からのガキャン 6A かバースト読んでアサルヒート全さあ中堅先制したのはリアジュアズライル突然次どこさあ対象中堅戦 The Wheel of Fate is turning Rebel 1 Action マイナスはタッチからグスタフグスタフ間でつぼけて J2C でずらすタッチリーをやるぞバックスでしてグスタフ近づいて画面端に西暴れ熱い分厚い本当にジビー当たっちゃって 6BJJB6C 無礼近く JB バックスタリトリーエリアル跳ね返って1、2、3もう一回エリアル持って JD 逆転続けてめぐってバックスからの B ドロー重複続けてじゃんけんしようぜボム式 2B 当たってバーストバック吐いて6当たる 2B からタイガー立ち暴れ2C 当たらず 6C バックス噛み合わせ三振スレッジ、ハンマー、バックスで JJB、めぐってタイガーオルバー、レオパルドンバーサイで仕切り直しさあ、うまくいい判断だったラッキーアフォローをしっかりして、ダメージをしっかり伸ばしていった手加減したのだ日本選手は、リア充アズライル第2ラウンド 6Gメートル立ちグッサフ予測して、3C カウンターヒットめぐった、テイガーのヒットボックス、マジラウンドさあ JB やったところに立ち入れ抑えられ画面端を見せているがなかなか近づけない 2B 崩れて 2A かダンプエリアル今度ミスしたかさあ重ねが続く暴れないしっかりガードが立っていたがこれは死んでしまうかさあなんとかバースケージ間に合って前線バックボルト 6C 切るからちょっとミスってさあ、ゲッツミーまだ諦めてない置き攻め 2D からの 8B、6A、6B にグローラー合わせ勝ったのはなんだっけアッセンゼロそれじゃあ、準々決勝やっていきましょう出てくるのが木曜ヤオタとカボチャッカインフェルノチーム木曜ヤオタ、カボチャッカインフェルノ木曜ヤオタ木曜ヤオタ
と、カボチャッカインフェルノ。いる。じゃあ、じゃんけんよろしく。